4EB ジャパンウェーブのチューンです。現在私はオーストラリアブリスベンボーンヒルズにあるオールドミュージアムコンサートホールの前にいます。今日はここでレ・フレールのコンサートが開催されます。一夜限りのチャリティーコンサート、それでは早速見に行ってみましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。3月15日火曜日、レ・フレールのお二人コンサートが終わったところなんですが、はい、終わった直後の今の感想を聞かせください。はい、終わりましたね2週間ですね、かかけてオーストラリア全部回って5公演5カ所回ったんですけれども、楽しいツアーでした。どこも本当温かいお客さんばかりで、うん、初めての土地にもかかわらずいっぱいたくさんお客さん来ていただいて、はい、本当に嬉しかったですね、はい、拍手もすごく大きくいただいて楽しかった。すみません、行かれたのは、はい、初めにメルボルン行かれて、はい、シドニー、キャンベラ、パース、そして最終日が今日、はいはい、それぞれコンサートをされて違う雰囲気だったり、異なる、同じだなと思われるところだったり異なるところだったりっていうのはありましたでしょうか。そうですね、それぞれ違いましたね。そうですね、ブリスベンはどんな印象ですか。すごくいいですか。はい、これがいいです。すごく温かく迎えてくださった印象はすごくあります。はい、嬉しかったです。あの最後のスタンディングオベーションは、もう思わず隣にいたオージーのおじさんもすって立ち上がってこのピアノのコンサートで、はい、こんなにみんなが笑って楽しむってないんじゃないかなと思いながら、隣にいたオージーのおじさんがこう私も一緒に笑ったりしてたんですけど、こう何かがあるたびにおーとかおーとかですあの声に出して、そうですね、共通して感じたことはその反応がすごいすぐ伝わってくるんですね、はい、ステージにも。でとてもこう反応があって、あとはフレンドリーな感じをすごい受けたので、すごい心地よかったですね。はい、オーストラリアの良さを分かっていただけて、知っていただけて嬉しいです。フレンドリーな国なので、ですね、はい、で最後今日はオーストラリアのコンサートの中で一番たくさん何て言うんでしょうか、はい、曲を弾いてくださったんじゃないのかなと勝手に思っているんですが、そうですね、拍手鳴りやましたくないけれども止めないとお疲れだろうなっていやいや大丈夫ですよ、まだ弾けるんですけどと思って私は申し訳ないと思ってありがとうございましたと手を止めました。いやいやそうですね、アンコールも2曲やらせてもらって、ソロとかも長かったですね即興演奏とかなんで、はい、まあその日によって変わるんですけど、まあ最後っていうのもあって、そうですね、はい、気持ちもやっぱり変わりましたね。やっぱりブリスベンとこう日本とやっぱその何ですか、被災された方とかそういう気持ちもあったので、はい、やっぱりちょっと思いがやっぱり強く、はい、出ましたねありがとうございます。すべて今日演奏されたのはオリジナル曲ということで、はい、どんなところからアイデアは生まれてくるんですか。こうどんなことをしているときに曲のアイデアですか。はい、そうですね、曲のアイデアっていうのはもう本当いろんな時ですね。じゃ例えば一番最後の最後で弾いてくださった、はい、桜の曲はどんな、はい、桜を見てた時にこうリズムが重い、そうですね、桜はもうまさにもう人生で一番綺麗だなと思った桜を見て作りましたもうそのままですね。メロディーが流れてくるんですか。メロディーもがもうどんどん出てきましたね、桜においては。じゃあサムライファンキーはあれは合作ですね、2人で作り上げたんですけど、お互いこうネタを持ち寄ってっていうんですか、こう考えてるアイデアをこう持ち寄って組み立てていった曲ですね。そうですね、はい、今日カメラを担当している、はい、デビノスケデビノスケなんですが、ご兄弟でされていて、こうその日の気持ちによってちょっとこっち行けよとか、こう手でこうその日にスムーズにこう2人のこの腕が交差する時もあれば、いや人間だからこう
ちょっとこっちにとかっていう時があるんじゃないのかなっていうのを聞いてほしいってずっと言ってるんですが、いかがでしょうか。そうですね、デビノスケさん。即興演奏でですね、やっぱり即興演奏はもう本当どう相手が出るかわからないので、うん、その駆け引きなんですけど、はい、だから本当にぶつかることもあります。たまにパチッと、うん、お互い同じ方向行っちゃうとか、はい、今日もありましたよね。ありました。上から引いてきたみたいな、自分の上からケイトの手が来たみたいなのありましたよね。それはまあでも即興演奏の中でそれをどうフレーズに持っていくかとか。そうですね、それがちょっと楽しかったです。それを楽しんではいます、ね、見てる側も楽しかったです。ちらっとこちらを観客席を見てくださったりとか、また隣にいた王子のもう60歳を超えてる方だったんですけど、ふふって笑われていて、どこを見たらいいんだろうって。私はもちろん演奏されてる方はお二人を見てるんですけど、 あまりにこう反応が良くて、みんな周りに座られている王子の方が。あ、そうですか。本当嬉しいですね、そういうのを。はい、ありがとうございます。直子さんから。はい、一日の練習時間っていうのはどのぐらい、ピアノですから長いこと練習されてるんだと思うんですけども、お忙しいと思うので、一日大体で言うと、長く練習されてる時もあれば短い時もあるかもしれないんですけども、大体どのぐらい練習されてるものなんでしょうか。そうですね、まず2人の練習っていうのはほとんどしないですね。2人での練習っていうのは、レコーディング前だとかツアー前は集中的に2人で合わせるんですけど、それ以外はもう本当それぞれの個人練習ですね。そうですね、やっぱり最低 2,3 時間は弾きたい。そうですね、何もない日は弾きたいなと思ってるんですけど、昨日移動日ですとか、ツアー中の移動日とかはあまり弾けなかったりするので、うん、なかなか一昨日昨日と弾いてないですね、うん、移動なんか。できればね、コンスタントに毎日弾きたいです、ね、でも、はい、弾けるときはやっぱり最低2時間は、うん、学生のときはもう8時間とか10時間とか弾いてたんですけども、ね、今はもう何ですか、基本2時間。そうですね、最低2時間ぐらいです、うん、でその合わせるっていうのは、その2人、お二人で合わせている時間っていう時は、もう決まった形 の、 その即興が多いというお話でしたけども、その合わせるっていう部分と即興の部分とっていう、その組み合わせっていうのは、もうその日にならないと全てがわからないっていう感じなんでしょうか。大体でも即興演奏はもうある程度の決め事があって、その中での即興演奏なので、はい、で曲の中でもこの部分は即興演奏って決めているので、そこが変わるっていうことも、ありますけど、ほとんどがその日まででもわからないですよね。そうですね、どう出るかわからない、うん、じゃあ毎回公演に、いろんな公演に行っても毎回違った味が楽しめて、はい、っていうことですよね。それはそうですね、はい、またお伺いしないといけないですね。また来たら全然違うものだと思います。同じ曲でも全然違ったり、そうですね、楽しみにしています。ぜひ。あと、じゃあ最後に今後のお二人の目標なんかを聞かせていただけますか。はい、そうですね、この後日本帰って、僕らの新しいアルバム、はい、サードアルバムが出るんですけども、それのツアー全国、そうですね、日本全国また回るんですけど、本当ちょっとこんな状況でね、日本の中でこう、うん、演奏して、その僕らの演奏が本当また日本でも力にななんか少しでも力になれればなと思ってます。あとはまたオーストラリアに戻ってきて演奏したいですね。やっぱり今回すごく、はい、5カ所回れてすごく嬉しかったので、うん、あとはお客さんの反応がものすごく感じたので、うん、またぜひと機会があればオーストラリアで演奏したいなと思います。私たちももうぜひぜひお二人には帰ってきていただきたいと、もう本当に心から思ってますので、ありがとうございます。いつでも、もう早く帰ってきてください。いつでも早く、はい、分かりました。私の純の勝手な予想では、きっと隣に座ってたオージーのおじさんは家に帰って、ご家族で来られてたんですけど、お友達にきっと明日話すと思います、はいはい、でそこからこう広がっていって、はいはい、来なければならない状況が来るんじゃないのかなって、それは嬉しいです。嬉しいですね。もういつでも来たいです。本当にいつでもすぐでもまた来たい、はい、人生初ピアノのコンサートでこんなに終わった後に楽しかったって思う、こうどちらかといえば申し訳ないコクってなりながら、ああ
こうリラックスしたなって思うピアノのコンサートにしか私は行ったことがなかったんですけど、楽しかった、もっとあの拍手を止めたくないっていう。ありがとうございますあの最後だったんですが、もう一つ、あの、はい、連弾を始められたきっかけを電話のインタビューの時に冗談で、あの、いやピアノ1台でご兄弟でなった、はい、なので喧嘩されて一緒に始めたのがきっかけですかって話をしたら、ケイトさんがそうですっておっしゃられたので、いや、そうじゃないような気もするので、本当のところはどうでしょうということを。あの、はい、そうですね、連弾はあの小さい頃からやってて、僕は、まあ、ケイトが練習してるところ邪魔しに行ったりとかっていうのは、はい、本当、もうすごく自然にやってたんですけど、途中に出ていた写真は、お二人の写真も、そうですね、小さい頃です、ね、はい、発表会とかの連弾、はい、うん、もう本当のきっかけっていうのは2002年、一応2002年の9月を結成日にしてるんですけど、あのそうですね、2人でやっぱ何かこうライブをやりたいって言った時に、あのライブハウスは大体やっぱ1台のピアノなんですね、うん、2台あるとこなくて、で本当は最初2台でやろうとしたんですけど、1台のピアノでソロ演奏をお互いして、アンコールで連弾をちょっとやったんですね。そしたらもうそれがまあお客さんにすごい反応が良くて、でも自分たちも楽しくなって追求し始めたっていうのが最初ですね。そうですね、はい、聞いてる側はとっても楽しかったんですが、はい、聞いてるお二人も楽しいですよね。なんか顔を見てたら、なんか顔を拝見してるだけで楽しそうで楽しい。いや、曲を聴いても楽しいんですけれどって思って、幸せな 感が増しました。お世話のお客さんもと温かいんでね、楽しく演奏できましたね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。